はいどうもコミです。さて本日は久しぶりに関西クラクラクラブから見ていきたいと思います。 JWC ですねと思ったら、終わってましたなんだよ今気持ちよく行こうと思ったのにな。はいこちらですね、シェイキングラドルさんかなとの一戦引き分けというね、なんともまあ40対40でまあお互いに10前回のパーセンテージまで同じというね、あのまたぜひ再戦しましょうということでね、決着つかずだったわけなんですけども、今日見ていきたいのはシュータースマッシュです。まあスマッシュっていうのはよく言われる中間式とかスーパーボーラーみたいに、あのヒーラーを引きつけて中心部分にこの重量級ユニットを流し込んでゴリゴリ暴れさせるっていう、まあ、戦術なわけなんですけども、これプラスシューターっていうのがやっぱり今ですね、あの強いんですね。シューターってサイドカットにもなるし、最終盤のダメ押しユニット放出っていう効果もあるので、この2つっていうのがどういう風にその強みとして発揮されるのかで、どんなパターンでこれを決めることができるのかっていうのを今日は中心的に見ていこうという風に思っています。ではですね、合計3本、2本カンクラ、1個、シェイキングラドルさんの側から見ていきたいというふうに思うんですけども、まずはこれ、カズドラキルさんですね。まあ、この配置に関しては、結構難しいとは思うんですよ。この真ん中にね、ユニットが入っても、そこはまあ後が取れなくて、こっちにね、ヒーローががっつり固まってるんで、そこどう処理するのっていうふうな、まあ、迷いをね、生じさせてしまうような、まあ、配置なわけなんですけども。あのこういうね最終盤の重い施設に対してもこのスマッシュっていう戦術は結構刺さるんですよね。あの時間切れのリスクは少しあるんで気をつけた方がいいと思います。そこさえケアすればっていうところはあって、まあ、今回、まずタウンホールですね。これグランドボデのおでひで取っていきます。あのスマッシュやる上で、大事なのはまずおでひなんですけども、おでひどこやるか、なるべくアドバンテージが取れ、かつサイドカット効果が出せる場所っていう風に考えたときに、まず僕見るのはタウンホールですね。レイジ使っちゃっていいんで、タウンホールにおでひこんな形で当てていって、タウンホールをグランドボディで取っちゃうと、もう星にも確定するし、あとあと、ユニットが やられる心配っていうのも大幅に低減できます。で、こんな格好で、シューターがこの陸のクロスボウに打たれがちなように見えるんですが、スピーディーにここからジャンプを仕掛けて、で、ネクロマンサーのスケドンで一旦タゲ取り、さらにキング、アイスゴーレムガンガンガンと加えていくことによって、シューターにこの、クロスボウのタゲが映らないようにやっています。まあ、今回、プラン的にはまあすごいシンプルですね。こっちをオデヒでカット、こっちをシューターでカットしていきながら、メイン舞台真ん中に突っ込ましていくっていう感じなんですけども、まあ、そうした時にやっぱシューターのサイドカット効果がすごいでかいんですね、これ。防衛を壊しながら周りにあるストレージ系も、なんていうのかな、この火花。このスピリット、ファイアースピリットだっけが壊していってくれるので、まあ、非常にサイドカット効率が高いんですね。一番多分高いと思います。あらゆる兵器の中で。決まりさえすればですね。まあ、だからそれをさせないように、こう、陸のクロスボウなんかがあったりするんですけども、タイミングよくこう、ユニットを中央に流し込んで、タギを取ってあげることによって、最終盤までこう、シューターが生き残ってくれると。で、今回のパターンで言えば、ここにやっぱりユニット最後集めたいので、ロイヤルチャンピオンをこの2時、2時かな、から出して、こういう風にね、こっちカットしていってますね。で、メイン部隊はこのまま、この9時方面に向かっていく。さらにシューターもこれ、まだこれ生き残ってますよね。9時方面に向かっていきながら、こっからダメ押しのユニットが放出されるんですよ。これも結構相手の防衛厳しくなってるじゃないですか。で、ここでさらにダメ押しの、これバルキーズが出てくるんですよね。まあ出てこなくてもいけちゃったんですよね。まあシューターが最後に残るとこういう風にめちゃ強いんですが、それがもしもやられちゃって、もうあと一歩なんだけどなっていうところになったとしても、中に入ってるイエティとか、まあ、今回で言えばバルキリーなんかが暴れてくれることによってラスト一歩のダメ押しを決めてくれる、まあ、それがこのシュータースマッシュの強みなので、今みたいに最後火力が高いところを突破しなきゃいけないっていう場合でも、まあ、きっちりですね、伸びきってくれる、まあ、そういうパワーを持った戦術というところですね。これ結構ねディガホとかで最後こういうのが残っちゃうときついんですよね。ディガホはどっちかっていうと序盤数が多いうちに防衛をきっちり壊していって、まあ、終盤はあと残ったユニットたちで押し切っていくっていう、まあ、パターンになるわけだったりするんですけども、ドラゴンもそうですね。レイストームで序盤一気に押していくのがドラゴンなんですが、ヒーラーがついているっていうのはやっぱね、あのこのスマッシュをやる上で、まあ、とても、注目すべきポイントで、まあ、それによってユニットが最後まで生き残るからこそこの
一押しがね効くというところですね。で、これ中華式ってやつですね。ペッカスパビズなんですけども、あのスーパーボーラーとペッカスパビズって、ちょっと今回は話省きますが、細かいところで使い分けをするポイントってあったりします。壁からの距離どれぐらい施設が離れてるかなとか、どこを進ませていくかなっていうところを考えたときに、スパビズって、2マスかな、自分の立ってる場所から2マス奥までしか攻撃が届かないんですよね。だそういうところで届かない部分にスーパーボーラーだったら届いていくから、届かないところの防衛殴りたい場合にはスーパーボーラーとか、まあ、いうふうに、ね、考えていたりはするわけなんですけども、ただ慣れてない戦術っていうのをやっぱり使いにくいっていうのもあると思うんで、まあ、そういった場合には無理してねスパボを使うんだっていうふうに、まあ、してもいいんですけども、ここ一番絶対決めたいんだっていうところでは、あの使い慣れてる中華式を選択するとか、まあ、そこら辺は臨機応変にやっていってもいいとはいうふうに思います。でやっぱりこれ注目すべきはシューターの仕事ですよね。これあのシューターでゴリ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 反対側をこう押していってくれる。で、逆側はグラウンドボディでカットする。で、中心部分にメインユニットを流し込んでいくっていう、まさか全く同じパターンですね。で、今回のハッシーさんの場合っていうのは、序盤に、多分迫撃砲かなんか、ここにあったのかな、ここに。あった迫撃砲をバルーンで壊していくことによって、壊していくことによって、シューターを守っていってますね。で、これ完全にもうシューターゲーム遅れちゃってますよね。遅れて、こっから、ノロ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 歩いていっても、メイン部隊がどんどん先進んじゃうから仕事しませんよ、という場合に、今もう、あえてこれシューター、手動で壊しちゃうっていうのも手です。このスマッシュ やる場合って、こういうふうにシューターが最後腐っちゃうケース結構あるんですよね。まあ、ドラゴンの場合だったりすると、またちょっと違うんですけども、話が。こう、シューターが腐っちゃう場合には、放出する必要がない。こういうところにまたこう一緒にいるときにはいいんですけど、今これ手動で出しましたよね。見てもらって分かるように。でこうすることによってロイヤルチャンピオンと、まあ、アーチャークイーンたちにこう中に入っているホグライダーをこうなんていうか合わせるというか、することによってヒーローたちを最後ホグが守ってくれてるんで、人伸びがしやすくなるわけですね。こういう風な形で、シューターを手動で割ってあげるっていうのもスマッシュを使う上では結構重要なポイントになってくるので、まあ、そこもね、忘れずに、覚えておきながら、兵器は必ず最後まで、力尽きるまで生かすっていうだけではないということを認識してもらえたらと思います。やっぱり片一方はグランドウォーで、もう片一方はシューター、その間からですね、主力ユニットを出していくっていうこの形をどう作るかというところで、まあ、1本目のカズラキルさんのは、メインユニットで陸のクロスボウのターゲットを取ってあげる。で今回のハッシュの場合は迫撃砲を手動で壊して、シューターを守っていくという方法でしたけども、まあ、それぞれ、とても参考になる入り方かなと思うので、どっちも よく使うんでね、ぜひ覚えておいてもらえたらというふうに思います。で、もう一個ハッシュの防衛ですね、 D さんのアタックになりますが、これ、形的にはネクロマンサーを使ってここシューターで壊していきながら、こっち側をおでひかなで壊していくっていう感じですね。ここネクロマンサーをゴンゴンゴンとこう入れていくわけですけども、やっぱりですね、この、間違えた、ごめんなさい、そうだった、これ違ったんだタウンホールをシューターで見ていくっていうパターンですね。失礼しました。はい、今思いっきり別のことを、そうそう、すいません、ちょっとね、1本だけ、そう、これは違ったんだ。迫撃砲がこうあるじゃないですか。こうある迫撃砲をグランドウォーデンでこうタゲを取ってあげるっていうのも有効です。シューターが殴れないのってクロスボウと迫撃砲なんですけども、この迫撃砲をオディヒーパートでこう面倒を見てあげることによって、シューターがこのままタンホール方面にギーッとこう行ってくれるんですね。これが強いんですよ。もうタンホール方面シューターが勝手に壊してくれるんで、ネクロマンサーの進行結構ゆっくりじゃないですか。ゆっくりゆっくり進行するから、この相手のタンホールの攻撃範囲に入る頃にはもうシューターがタンホール殴ってくれていて、もう少しでタンホール壊れますよっていう状態になるわけですね。でさらに今回 D さんうまいのは、ジャンプを限定的にこっちに向かってかけてるんですね。要はこっちに行ってくれんなよってことですね。タンホール方面に行ってくれなくても当然シューターがもう壊してくれるから、そこはもう放置しておいて、タウンホールの今この円が見えますよね、この攻撃範囲にスパネークを入れないように、あえて限定的にこちら側にジャンプかけて誘導をしていってます。これめちゃくちゃうまいですね。で、今回、カットできてなかったこっち側っていうのは、バーバリアンキングを使ってカットをしていくということによって、スーパーネクロマンサーを真ん中に持っていってますね。で今マルチインフェルノを壊しながら、シューターは狙い通りタウンホールを壊してくれてると、まあ、いう状態を作り込んでいます。うーん、うまい。
マルチンフェルドにこれちょっと一体ね、スパネク焼かれてますけど、まあ、このぐらいは別に許容範囲ですよね。別にやられたところで、まだヒーラーたっぷり生き残っているし、スパネクもね、まだこっちに生き残っているし、なんならシューターもいるので、こっち側にね。これで最後の展開まで持っていくということですね。アーチャークイーンのクロークもまだ残ってるし、ロイちゃんのシールドも残ってるしと。これはうまかったですね。綺麗にやられました。はい。フリーズの使いどころもバッチリと。どうですかね。シューターを使う場合って、やっぱり、スマッシュやる場合には2つやり方があって、1個はグランドウォーデンと合わせていくことによって、タウンホール周りの邪魔な防衛をグランドウォーデンで下げ取ってもらう、ないしは壊してもらってから、シューターでホールを打っていく。で、もう1個っていうのは、シューターとグランドウォーデンを、まあ、僕が今間違えたように、こっちとこっちにこう使い分けてあげて、その真ん中から通していくっていうパターンですね。まあ、真ん中からこう通していくパターンを選ぶ場合には、このグランドボディのオディヒーパートでタウンホールを見る、または、メインユニットでタウンホールを見るって、まあ、どっちかが必要になってくるわけなんですけども、まあ、そういった形で、まあ、縦横無尽臨機応変に使える、スマッシュプラスシューターというこの組み合わせですね。めちゃくちゃやっぱり強いし、パターンがそんなに数として多くなくても、いろんな村にこのバリエーションをはめることができるので、まあ、興味でもらったこの3パターンだけでも十分使いこなせるというふうに思います。ぜひね、まだやったことない方は試してもらえたらと思いますし、この中に新しい発見があった方はぜひそれも試してみてもらえると、使える場面が本当に多いので、ぜひねご参考いただければというふうに思います。はい、というところでですね、今日は久しぶりに関西クラクラクラブから動画をお届けしてまいりました。こんな格好で私のチャンネル、クラン体制の回復の動画中心にやってます。タンフォール13、14メインで扱っております。動画にいいと思ってもらったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。